鳥足昭馬は、雪の下勝ちだけ差し属の多年層。草丈は高さ40から100センチメートルになる。根室用は3回3出服用で、小葉は長さ5から12センチメートル、幅4から10センチメートルになる卵型から、甲卵形で、先はお上に鋭く尖り、基部は普通神経稀に生倉型になり、円に、 不揃いの鋭い住居士がある。夏季は7から8月。根室用とは別に家計を出し、家計は分子しないで数個の形容をつけ、その頂に円錐状の果樹をつける。果樹の最下の即死の長さは12から25センチメートルになり、よく分子して、単線毛が密生する。学列片は5列し、緑白色で、 長さ約1.5ミリメートルの長円形から、筆心型になる。花弁は、白色、サジ型で5個あり、長さ4から6ミリメートルになる。雄髄は10個あり、長さ2.5から3ミリメートルになり、花糸は、白色で、劣開直前の約は、紅白色になる。髄は2個の心側からなり、花中は2個ある。果実は、果てで、長さ3から4ミリメートルになり、 先端が二つに分かれる。日本固有種。北海道、本州の中部地方以北のある字に、日本海側に分布し、河口山帯、温帯の臨床や草原に生育する。春、茎が伸び、茎先が三つに分子し、葉がまだ展開しないものは、山菜として食用にされる。おひたし、和え物などにして利用される。同族の赤生和によく似る。鳥足生和は、 赤ショウマの変種という考えもある鳥足ショウマはカジョの下部の側死がさらに分子しカジョが塩水上に密になるのに対し赤ショウマはカジョの最下の側死を除きほとんど分子しないのでカジョはまばらに見えるまた鳥足ショウマのカジョの最下の側死は長さ十二から二十五センチメートルになるのに対し赤ショウマのそれは長さ六から九センチメートルと短い 三回産出服用の小葉は赤ウマの方が幅が狭く、基部は細まり、虚子がやや浅い。生育環境と下記を同じにするバラ科の山吹ウマにもよく似る。若い芽のうちは山吹ウマは茎が緑色で毛がなく、数段になって分子するのに対し、鳥足ウマは茎が赤褐色で毛が生え、茎先が鳥の足状に三つに分子する。芽出しの頃は、 簡単に区別がつくが成長すると紛らわしい。また、山吹昌馬は2回3出腹用で、小葉の側脈が平行して、葉の円にまで達し、側脈の平行した様子がはっきりしているのに対し、鳥足昌馬は3回3出腹用で、山吹昌馬と比べると、昌葉の側脈の平行感は少ない。また、山吹昌馬の雌花の心側は3個であるのに対し、 鳥屋昭間は二個である点で異なる。ありがとうございます。